ニール・トレウェットは3次元コンピューター、グラフィックス技術に精通したイギリスの技術者。現在、クロノスグループの代表と NVIDIA 社のバイスプレジデントを兼務している。イングランドのバーミンガム大学で計算機科学の学位を取得。1985年、ベンチマークテクノロジーズにグラフィックシステム部門責任者として入社。ベンチマークテクノロジーズが 3D ラブスになった後、1994年から2005年には、サンドラブスのシニアバイスプレジデントとなった。この時、グラフィックス技術においていくつかの特許を取得している。なお、サンドラブスは現在、T ラブスに名称変更し、現在は、クリエイティブテクノロジーの子会社となっている。2005年に、NVIDIA のモバイルエコシステム部門、バイスプレジデントに就任し、 携帯電話を含むパソコン以外でのグラフィックス部門の責任者となっている。また、1997年から2005年まで Web3D コンソーシアムの代表を務めた。2001年にはクロノスグループの代表にもなり、o p e n g l e エス s のワーキンググループを創設して座長を務めた。o p e n g l ワーキンググループの座長でもある。ありがとうございます。